はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回お届けしたい情報、記事はですね、沖縄県の翁長知事なんですが、まさに崖っぷちの翁長知事というタイトルの、情報というか記事ですね。ご紹介する記事はこちらです。崖っぷちに立つ翁長知事の辺野古反対と。いろんなという、サイトから情報をお伝えしたいと思います。で、これに関してまたちょっと違った記事などもね、ご紹介していきたいと思います。ではまず記事の方を政治さんの方から読んでいただきましょう。どうぞ。崖っぷちに立つ翁長知事の辺野古反対。篠原明評論家批評 COM 主催。普天間基地の辺野古移設反対を訴える翁長雄志沖縄県知事の言動が注目を集めている。保守本流の中心にいた翁長氏が県内移設反対を掲げてオール沖縄の結集を呼びかけ、知事に当選したのは昨年の11月。以後頻繁に状況を繰り返して政府要人や内外のジャーナリストを相手に沖縄の民意が辺野古移設反対であると訴えたほか、5月末には訪米してハワイやワシントンの要人に沖縄の民意への理解を求めた。6月にはケネディ駐日大使にも面会しているが、9月には国連でスピーチし、辺野古の海を守りたいという少数民族沖縄県民の環境権が日本政府によって侵害されていると訴える予定だという。翁長知事のこうしたパフォーマンスを額面通り受け取る限り、沖縄という弱者を日本政府という強者が蹂躙しているとみなして、沖縄に同情する人たちが増えるのも無理からぬことだが、翁長知事自身はなぜ辺野古移設に反対なのか、説得力のある説明をしたことは一度もない。知事はしばしば日米同盟は支持するが、沖縄の基地負担は過剰だから辺野古移設には反対だという。が、知事はもう一つの移設問題である那覇軍港の浦添移設ではなんと推進する側に立っているのだ。本土ではほとんど知られていないが、那覇軍港の浦添移設によって埋め立てられる面積は約300ヘクタール。辺野古で予定される埋め立て面積160ヘクタールの2倍近くに上り、辺野古の工費は3500から5000億円と予想されるが、浦添の工費はそれをはるかに上回る8000億円超と推計される。どちらが大規模な事業か分かろうというものだ。知事は辺野古は新基地だから許せないと訴えるが、辺野古移設は50年ほど前から存在する米海兵隊基地キャンプシュワブ沿岸部の埋め立てであり、防衛省は既存の基地内における滑走路建設であり新基地ではないという立場を取っている。辺野古の基地拡張工事は認めないが、浦添の新基地建設は認めるというのでは、基地負担は過剰だと知事がいくら熱弁しても説得力はない。翁長知事はまた、ジュゴンが生息する辺野古の海が埋め立てるのは許されないとも言う。が、翁長氏が那覇市長時代に先頭に立って進めてきた那覇空港拡張工事第二滑走路建設で埋め立てられる那覇沖にも辺野古沖と同様ジュゴンが出没すると言われている。埋め立て面積も辺野古と同じ160ヘクタール。すでに作業は始まっている。辺野古のジュゴンは守るが、那覇のジュゴンはどうでもいいとでも言うのだろうか。先に触れたように、翁長知事は国連機関で沖縄県民は日本政府に環境権を奪われているとスピーチする予定だという。こんな話をジュゴンが聞いたら怒り心頭だろう。あらゆる手段を用いて移設を止めると宣言した翁長知事とその支援者の抱える矛盾はこれだけに止まらない。6月16日、知事を支援する県議会与党会派は、辺野古埋め立てを阻止するため、県外から土砂や石材などの搬入を規制する条例案を提出した。罰則規定はないが、従わなかった場合、知事は搬入中止を勧告し、事業者名を公表できるとしている6月22日現在。が、この条例が施行され厳格に適用されれば、辺野古埋め立ては愚か翁長知事が推進する那覇空港拡張工事や那覇軍港の浦添移設にも大きな影響が及ぶ。現行案のまま可決されると県外からの土砂搬入は事実上封じられ、工期は大幅に遅延する。県内での土砂調達が加速され、土砂価格は間違いなく高騰。埋め立てを予定する事業の多くが工費の膨張に苦しむことになる。が、それだけならまだいい。県内での土砂採取が進めば新たなる環境破壊が多発する。知事としては肉を切らせて骨を断つつもりかもしれないが、辺野古さえ阻止できればいいという姿勢がもたらすコストは小さくない。おまけに
土砂搬入を阻止できたからといって辺野古移設自体が中止に追い込まれる保証もない。政府も法的な対抗措置を取るはずだ。もっとも罰則規定がないなどの理由でこの条例が何の成果も生まないザル法になる可能性も否定できない。知事と反対運動を支えるため4月に設立され、早くも数億の募金を集めている辺野古基金にも問題はある。知事選で尾長氏を支援し資金設立のために奔走した2人の共同代表に対して呆れるほどあからさまな利権配分が行われているからだ。5月半ばに知事が発令した人事によれば、共同代表平町隆氏、狩湯氏グループが観光事業の元締め沖縄コンベンションビューロー会長に、同じく共同代表呉屋首相氏が率いるキム・シゲルグループの三里義政氏、キム・シゲルバイオ副会長が沖縄都市モノレール社長に就任することが決まっている。この人事については県内からも批判の声が上がっているが、知事側は気にする気配もない。これだけの矛盾を抱えた尾長知事の辺野古反対だから、今後迷走する可能性は極めて高い。共産党は知事の退路を断つために選挙資金の面でも協力を申し出たという噂まであるが、矛盾に満ちた知事の姿勢にイライラを募らせているという。筆者は尾長氏はこのまま政府批判を続けながら、あまり実効性の上がらぬ阻止行動を取り続け、鉄道敷設をネタに振興資金という実利を引き出そうとするのではないかと踏んでいる。安倍政権も落としどころが鉄道なら交渉に大ずれかもしれない。がそんな結末ならごねるだけごねて、結局は金の話かという印象を残すだけだ。安保も語られず、自立への道も遠のくだけ。国民の心も確実に沖縄から離れていく。かといって阻止行動をいたずらにエスカレートさせれば、問題は膠着するばかりで、県民の焦燥感と孤立感は深まる一方だ。尾長知事は誰のため何のために戦っているのだろうか。決意だけあって展望のない戦いは一体いつまで続くのか。進むも地獄、戻るも地獄。尾長知事は就任半年目にして早くも崖っぷちに立たされている。はい、という、記事の内容でした。どうだったでしょうか。もう一度記事の方出しましょう。今回ご紹介した記事はこのいろんなというウェブサイトからの記事をご紹介しました。このサイトの URL は動画の説明欄に記載しておきますので、もしよかったらですね、後からご自分でも一読されてみてください。まあ、音声で読み上げていただいた感じなんですが、沖縄県の尾長知事、結構ね、その行動言動に矛盾がたくさんあるようですね。まあ一番大きなのはやはり、辺野古移設に対する大改案をね、出さないということでしょう。これ黄色くしましたが、尾長県自身はなぜ辺野古移設に反対なのか、説得力のある説明をしたことはね、これまで一度もないと。嫌だ嫌だ、ダメだダメしかね、言ってませんからね。それじゃまるで子供ですよ。沖縄県の県知事ならね、しっかりと、自分の考えをですね、反対するなら、じゃあどうするのかっていうことをね、しっかりと述べてもらわないと、国民はね、納得いきません。といった感じではね、ないでしょうか。で、さらに、沖縄県知事、尾長さんはですね、しばしば、日米同盟は支持するが、沖縄の基地負担は過剰だから、辺野古移設には反対だ。という、ところがね、一方、尾長さん、もう一つの移設問題である、那覇空港の、那覇軍港ですね。失礼しました。那覇軍港の、裏、これ何て読むでしょうね。ちょっとすいません。確かでないんですが、ちょっと今調べましょうか。少々お待ちください。はい、お待たせしました。動画なんであまり待ってないと思いますが、浦添ですね。那覇軍港の浦添移設。浦添市。こちらですね。浦添市。沖縄方言で、浦市というらしいです。浦市。なかなか可愛い名前ですね。ちょっともう少し見やすくしましょう。これは、市長市役所ですね。浦添市の。ここにあるようです。浦添市。はい。じゃあ記事にね、戻りましょう。
那覇軍港の浦添移設ではなんと推進する側に立っているのだと。うん、そして、本土ではほとんど知られていないが、那覇軍港の浦添移設によって埋め立てられる面積は約300ヘクタール。辺野古で予定される埋め立て面積160ヘクタールの約2倍近くに上がると。ですね、その公費ですが、辺野古の場合は3500から5000億円と予想されるが、浦添の公費はそれをはるかに上回る8000億円超と推測されると。ね。まあ、結局はね、その、那覇軍港の浦添移設の方が、より広大な、土地を、ね、埋め立てるわけですし、あとですね、お金も全然高いと。うん。どういうことですか？といった感じですよね。まあ、こちらがですね、今現在の、那覇軍港でしょうかね。そうですね。那覇市。うん。で、さらに、矛盾している言動がね、沖縄県知事は、まあ、尾長知事がですね、まあ、辺野古の海にジゴンがいるからね、それはダメだ、と言っているが、実は、那覇空港拡張工事で埋め立てられる那覇沖にも、辺野古沖と同じようにジゴンがね、生息しているということらしいです。じゃあ、どっちもダメじゃないですか、って話になりますね。うん、まあまあ、尾中さんね、言ってることと自分が反対のためにやろうとしていることでね、ごちゃごちゃになって、もう自分でね、失礼しました。自分で自分にブーメランをね、突き刺しているようなものですよ。うん、まあ、この記事ではね、尾中さん、誰のため、何のために戦っているのだろうか。決意だけあって、展望のない戦いは一体いつまで続くのか。進むも地獄、戻るも地獄。うん。尾長知事は、就任半年目にして早くも崖っぷちに立たされていると。いった感じでね、締めております。うん。まさにこの辺ね、私も同感ですね。ね、先日沖縄の方で、追悼式ありましたね。6月23日、2日ほど前ですね、平和記念公園で沖縄全戦没者追悼式が開かれて5000人を集まる人が、まあ集まったと。安倍首相やケネディ駐日アメリカ大使らもね、弔意を表したということなんですが、まあその記事なんですがね、ここでまあこの深谷さんという方ですね、この方ですね。あ、ちなみにこの方ですね。ウィキペディアのページ出しましょう。あ、失礼しました。深谷さんですね。深谷隆さん。うん。芸能界にこういう関係が広い方らしいですね。お、深谷さんの公式ホームページには、GACKTさんが応援のメッセージを寄せていると。お、なかなか幅広いこういう関係ですね。国会内に提示された焦燥画は、20年来の付き合いのある八代亜紀さんが書いた。ほう。すごいですね、なかなか。うん。まあまあ、これはいいとして。まあ、その、深谷さんが書いた記事なんですが、追悼式で安倍首相は、沖縄が忍んだあまりにおびただしい犠牲、この地に倒れた人々の血や涙に思いを、いたし、悲痛の念とともに静かに頭を垂れたい。と述べ、国際平和の確立に向け、不断の努力を行うとね、決意を真剣に表明したことに対し、一方、尾長武史沖縄県知事は、辺野古移設作業の中止を訴えるなど、厳粛に追悼の意を述べるべきなのに、もっぱら政治的発言で終わったと。自らの偏見を恥じない姿勢に、憤りさえ覚えたとね、怒ってます。そらそうですよね。もう、こんなね、追悼の場では、もう素直にね、戦争の時に亡くなりになった、ね、沖縄県民の方とかですね、もしくは日本のために戦ったね、で、戦って亡くなったための方々のためにね、追悼の意をね、表するというかね、うん、述べるべきでしょう。それなのに、自分の身勝手な政治的発言をしてしまったということですね。うん。
で、その時、安倍首相の挨拶の時、さっさと帰れ、嘘を言うなと相変わらずの心ない罵声が飛び、会場外には、安倍来、これなんて読むんでしたね。安倍来沖、安倍来中反対。まあちょっと、すいません、読めなくて。そして、オスプレイ撤去などのプラカードを手にした連中が騒いだという。数は50人程度なのに、マスコミのニュースにはことすら大きく扱われたと。まあ、前田のことですよね。まあ、おそらくプロ市民と呼ばれる方々の、ね、行動だと思いますが。そして、産経新聞によれば、地元の青年が、あんたら、うちなんちゅう沖縄人じゃないだろう。政治的なものを持ち込むなと食ってかかる場面もあったという。実際、職業的反対派や、まあ、プロ市民でしょうね。極左集団が各地で暴れている光景や、私も何回も体験しているが、迷惑な話で許されることではないと。本当ですよね。もう、産経新聞だけじゃなくて、こういうことをですね、しっかりとメディアは報道していただきたいですよね。うん。はい、じゃあですね、ちょっと朝から相変わらず、いつもにも増して、口が回ってない私ですが、まあ、とりあえずね、お長さん、崖っぷち、という内容の記事でした。はい、では動画をご視聴いただきありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。